消えそうで消えない芸人参戦。暴れる君、大バズりしたギャグやメジャーなお笑いのショーなどはありませんが、コンスタントにテレビに露出し続けている暴れる君、毒のない愛されキャラで幅広い層に受けが良く、ポケモン情報バラエティ番組を長年やっている影響で特に子供受けが抜群。さらには自分のポジションを理解し、持ち前のガッツで全力で仕事に取り組む姿勢から業界内が評判も高く、仕事はなくならないようです。サンシャイン池崎、空前絶後のなどと言いながら大声で叫び散らかす芸風で2015年後のブレイク。風貌や芸風から一発野衆がプンプンするも元気に大声で叫ぶというシンプルな芸風と、その人柄の良さが多くの人の心をつかみ、今日までコンスタントにテレビに露出。また自身の YouTube チャンネルでは持ち前のギャグやほのぼのしたキャラが受け、登録者数50万人超えの人気チャンネルに成長しています。加納英子、ラーメンつけ麺僕イケメンでブレイクし、今やトップタレントに上り詰めた加納英子さん。ブレイク時からいずれ消えると言われ続けるも、持ち前の憎めない天然ポンコツキャラで多くの有名 MC にいじられ愛される存在に。しかし不倫、八幡騒動、陰行疑惑と再起不能かと思われるも、謝罪会見すら笑いに変える神がかったお笑い力で見事復活。消えることは笑いの神が許さないと思わせるくらいの存在です。